はい。フリーライターのいつか笑って過ごせるヒまレで,です。今年の夏の高校野球は荒れている大阪桐蔭も破れる。優勝候補続々脱落ということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、えー、本日優勝候補筆頭と言われていた大阪桐蔭が4対6で逆転負けという結果になりました。この夏ですね、えー、大阪桐蔭をはじめ、えー、続々とね、優勝候補が消えると。 いう状況になっていま,すまずですね、愛工大名電が、えー、愛工大名電、そして明豊が1試合目で消えるなど、えー、波乱が起きていますよね。さらに、その2校を破った学校もですね、愛工大名電を破った東北学院はコロナの影響で棄権。明豊を破った仙台マ松戸は長崎商業に敗れて姿を消すと。 いいう形になっていますまたスポーツ誌4誌日刊スポーツスポーツ日スポーツオーチサンスポーツが予想していた評価 A の高校15校あったんですけどもどこかのスポーツ誌が A をつけている学校っていうのがトータル15校あったんですけども残った学校がたったの4校という感じで有力な学校が続々と姿を消しているんですよね。 もちろん、A 評価同士で潰し合って消えた学校もあります。えー、A 評価同士でね、えー、潰し合って消えた学校っていうのがこちらですね。えー、横浜、明王、県立岐阜、明豊、東海大菅生ですね。明豊以外の4校は A 評価の多い学校。 例えば、横浜高校であれば、横浜高校がですね、えー、評価 A が2個、えー、評価 B が2個という形だったんですけれどもですね、この横浜高校どこに敗れたのかというと、評 A 評価4つの地弁学園に敗れてるんですね。なので、まあ、評価的には格上の学校に敗れてるという形で、えー、なんですけれども、名簿に関しては、えー、格下、まあ、格下っていうとね、失礼かもしれませんけれども、えー、仙台松戸に敗れていると。 いう感じですね。で、A 評価以外の学校に破れた学校って、どのくらいあるのかって、6個あるんですね、これがね。結構多いですよね。前橋育英、浦和学院、愛好大名電、北海、仙台松戸、大阪桐蔭という形なんですね。特に、浦和学院、愛好大名電、仙台松戸は C 評価がある学校に破れているという形です。 逆に、えー、C 評価の学校の中でも勝ち上がってきている学校もあります。えっと、ちょっと待ってくださいね。あ、これでいいか。よいしょ。えっ、ー、と、C 評価でれ勝ち進んでいる学校もあります。それがですね、えっ、ー、と、日本航空、松潮学園、長崎商業、三重。 三重高校ですね。の4つであるということなんですね。で、えー、日本航空は、えー、C 評価が4つの学校を2つ破ってきている。また、えー、松潮学園も同じ b 3 c 1 b c 1 B 評価3つ、C 評価1個の高岡商業を破って、その後、愛好大名伝を破った、えー、東北学院の危険によって、不戦勝で勝ち上がってきたので、組み合わせが良かったといえば、まあ良かった可能性もあるよね、というところなんですけども、三重は A 評価の学校ことこそ当たってないんですけども、2年,2年生ながらに、個人脱散新ランキング2位の、 西田豪雅選手率いる湘南高校を破って勝ち進んできているまた長崎商業に関しては A 評価もある仙台松戸しかも優勝候補の名宝を破ってきた仙台松戸を6対2で破るなどジャイアントキリングの末に、えー、ベスト16に勝ち進んできてますというところがあるんですよねはい、まあ、今年の夏はですねあの雨天順延雨天順延と言われてなんか雨天順延 の目立つ大会だったよねっていう、えー、印象がね強い人が多いと思うんですけれども実はですねかなり熱い展開で、えー、勝ち上がってる学校も多いと私自身ですねあのー、大会始まる前に、えー、予想でね4強プラス2だというふうに言ってたんですその4強プラス2大阪遠い明宝愛好大名電東海大菅生が消えている、まあ、東海大菅生はプラス1の方なんですけれども で、えー、残ってるのが、4強の智弁学園と、プラス2の智弁和歌山、この2校だけであると。またね、ダークホースになるんじゃないかって予想していた、静岡高校は消えていると。強打で紹介した、えー、三重高校は残ってます。先ほどもね、三重。あの、B、B 評価3つで C 評価1つで残ってますよ、という話をさせていただいたと思うんですけども、残ってるという感じですね。はい。まあ、場合によってはね、これね、状況を考えると、スポーツ史 の A 評価がベスト16で全て消えるとベスト16に残らないっていう事態も、ね、あるかもしれないんですね。まあ、あのー、A 評価同士の縦決算は今回ないので、あのー、確実に A 評価4つ全部残る可能、確実じゃないですかね。A 評価の学校4つ全てが残る可能性もあれば全て消える可能性もあるんですよね。まあ、そういうとこをね考えて、 え、見ていただけると、まあ、面白いのかな、スポーツ誌とか、高校野球予想系のサイト、動画、まあ私の動画もそうですよね。そういうところの予想などで、競合と言ってる学校とかね、まあここダークホースですよって言ってるような学校っていうのはどういう風になっていくのか。またね、あのー、スポーツ誌が C をいっぱいつけているような学校がどうなっていくのかっていうところを注目して見ていただければ、またね、えー、違った角度で高校野球を楽しんでいただけるのではないかな、なんて思ったりします。はい。またですね、えー、 今回ね、えー、勝ち残っている C 評価の学校。これ切れちゃってますね。よいしょ。C 評価の学校。日本航空、松潮学園、長崎商業、三重の C 評価の4校のうち、何校がですね、ベスト4に残のあベスト8ですね。ベスト8に残れるのかっていうのも注目してほしいかなと思います。A 評価の4校、また、えー、C 評価の4校、この4校、全8校がね、どうなっていくのかと。えー 学学者大付属自弁和歌山自弁学院明徳義塾これが A 表から残ってる学校そしてさっきも言いましたけども C 表から残ってるのが日本航空松商学園長崎商業三重と残っていますはいこの辺がねどうなっていくのかっていうのにまあ注目していただければなと思いますで3回戦の組み合わせなんですけれどもこのようになっていますよいしょ で、えー、8月24日、明日ですね、雨天順延がなければ明日行われる試合っていうのが、二松学舎大、付属 VS 京都国際、えぇ、ー、智弁和歌山 VS 高松商業、えー、三重 VS 鶴掛日、岩道水館 VS 日大山形、日大、え違いますね、25日、 の試合が日本航空 VS 智弁学園、松昌学園 VS 明徳義塾、神戸国際 VS 長崎商業、盛岡大付属 VS 大見という形ですね。まあ、この中だと A 評価同士の対決はないんですけれども、A と C の対決っていうのが、えっと、松昌学園と、 明徳義塾がそうですかね。えーで、他、C 同士ぶつかってるのはちょっとさっき気にしてなかったんですけど、日本航空が智弁和歌山でしょ松潮学園が、え、明徳、あ、日本航空も C と A ですね。智弁学園対日本航空も A と C、C と A の対決。松潮学園と明徳義塾。え長崎商業が神戸国際でしょで、もう一個、三重が、三重が鶴ヶ家と。 という形ですね。まあ、A と C がぶつかるのが、日本航空と智弁学園、松潮学園と、えー、明徳義塾と、ここですね。で、他、A 同士、および C 同士で対決はないというところですね。まあ、非常にね、面白い対決が、えー、3回戦以降も続きますのでね、えー、ぜひともまた、えー、甲子園ね、いろいろな角度で、えー、楽しんでいただければ面白いんじゃないかなというふうに思います。 ぜひね、えー、このままね、熱い試合をね、見せてほしいですよね、というところでね、えー、今回は終わっていきたいと思います。はい。よろしければですね、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、いいねをつけていただけますので、ね、励みになりますので、ぜひねをよろしくお願いいたします。またね、ツイキャスの方で最近ゲーム配信なんかもやってますのでね、そちら興味ある方はぜひ、あの、ゲーム配信の方にも遊びに来ていただければと思います。以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。フリーライターのいつか笑って過ごせる日マで,でした。